4番線ダムは、群馬県あず郡中野城町4万地先、利根川水系4万川に建設された重力式コンクリートダムである。堤高の89.5メートルは、群馬県が運営するダムとしては、最も高い。国土交通省の地域に開かれたダムに指定されており、西洋の城を想起させるデザインが施されている。監査牢は見学者のために、 整備されており、予約制ではあるものの見学が可能。群馬県による4番線総合開発事業の一環として4万、川にはすでにサボート発電を目的に中野城ダムが建設されていたが、4番線、あずま川流域の治水、利水を行うために最上流部に1980年により建設が開始された。ダムは洪水調節、不特定利水、 4万温泉郷や大田市、その他地域への浄水道供給、ダム直下の日なたみ、発電所における最大1 0 0 0ットの水力発電を目的とした多目的ダムであり、19年の歳月をかけ1999年に完成した。コバルトブルーを定数量く4万個ダムは4万、温泉街の直上流にあって、周辺は公園として整備、開放されている。 ダムを真下から見上げることができ、そのたたずまいは相関であるが、特筆すべきはダムによってできた人造湖、奥4万湖である。奥4万湖の湖水は透き通ったコバルトブルーで、山の緑と湖の青のコントラストは人造湖でありながら天然湖のような様相を見せる。下流の中の城ダムによってできた4万湖もまたコバルトブルーの湖水である。湖水は 酸性が強く魚は見られない。ただし、銅イオンや鉄イオン濃度は極めて低いため、湖水がコバルトブルーを呈するのは、酸性水に溶出する、これらの金属イオンによる超波長高吸収のためではなく、湖水に含まれるアロフェンのレイリー産卵によるものと考えられている。これは、裏ダイの五色沼と同様の定食機構である。発電署名及びその認可出力は、 アズモ発電事務所管内群馬県ホームページそれ以外の項目は4番線ダムマイナスダム便欄による群馬県内のダム一覧群馬県2015年3月1日閲覧4番線ダム地域に開かれたダム群馬県2015年3月1日閲覧 AB ダムの秘密調査団 2013P474 番線ダムの役割群馬県 2015年3月1日閲覧。AB ダムの秘密調査団2013、P46、岩崎あさみ、高松信樹、久くぬ幸大沢慎二、群馬県4万戸における青色定職員市、日本陸水学会、P158、ドイ、10.14903、ジャスリム、R68.0。 158.0https://1.2.ac.jp/.naid/.13000502219 岩崎あさみ、高松信樹、き、くぬぎまさゆき、大沢真嗣、アルミの計算事粒子の産卵によって定職している、青色天然水について、日本陸水学会、P191、土井、十点一四九零三 ジャスリム 69.、69.0、191.0、h t t p s 1 2 a c j p n a i d 1 3 0 0 0 5 0 2 1 7 8 8ありがとうございます。